国田君。私は今日まず海洋汚染等および海上災害の防止に関する法案について聞きます。法案はバラスト水を海上投棄した場合の生態系の影響を問題としたものであって、基本的に賛成できるものであります。一方廃棄物の海洋投棄原則禁止を決めたロンドン条約は、許可制が導入されました。その趣旨について環境省に伺いたいと思います。環境省小林水大気環境局長。我が国は廃棄物の海洋投入処分を規制するロンドン条約、またその下にございますロンドン条約議定書に加盟しておりまして、国内においてはこれら条約の内容を海洋汚染防止法で担保しているところでございます。海洋汚染防止法では海洋環境の保全の観点から廃棄物の海洋投入処分などを原則禁止としておりまして、一部の例外的な品目、推定土砂ですとか食品加工の残渣などでございますが、こういうものに限りまして個別事案ごとに申請内容を審査し、適当と認められた事案に対し環境大臣が海洋投入処分を許可しているという制度でございます。この許可にあたりましても海洋環境を保全する観点から排出する海域あるいは排出方法などを制限するというような形で海洋投入処分については厳しい条件を課しているところでございます。なお平成23年の東日本大震災の際には陸上の水産物冷凍庫に保管されておりました水産物が大量に、腐敗をしまして処理が困難になるとこういう事態が発生をいたしました。このため緊急的な措置としてこれも海洋汚染処分に根拠があるわけでございますが、これら腐敗した水産物を投棄できる排出海域また排出方法にかかる基準を告示いたしまして、これ26年の4月と6月でございますが、個別の許可を要することなく海洋投入処分できるというような措置もしたところでございます。国田圭司君。廃棄物というのは直接申請を受けて個々に、許可するということになったということと、もう一点今私聞きたかった 3.11 の東日本大震災の時はですね、今お話ありましたように緊急的な海洋投入処分に関する告示、これを発出して指定された条件の下での緊急的な海洋投入を可能としたものであります。そこで、ホタテの養殖残渣についてです。でホタテ養殖残渣は引き上げた際に養殖カゴに付着している微生物などを言うけれども、一旦陸に上げてしまうと廃棄物の扱いになってしまい、焼却処分をしなければならないことが漁業者の悩みになっています。陸奥湾では不法投棄で摘発される漁業者も出ており、青森市、陸奥市、蓬田村、村など7市町村、県などがホタテ貝養殖残渣対策協議会を設置して対応を検討しています。陸奥湾を挟む津軽半島外川浜町では出荷時期に1日あたり約50トン出る残渣に対して、町の焼却施設では1日2トンしかできないと。で、仮置き場にも困り、周辺住民から悪臭など苦情が来ている。処理費用はトンあたり2万7000円で、販売で得られる収入の半分が取られる状況になっていると。そこで、一昨年12月28日付、国交省総合政策局海洋政策課長解釈通知がありますが、このようなホタテ養殖残渣の扱いで従来通り廃棄物に該当しないとしているのはどういう状況を指すのかお答えいただきたい。西脇総合政策局長。お答えいたします。海洋戦闘及び海上災害の防止に関する法律におきましては、船舶から海に廃棄物を排出することは原則として禁止されております。今、委員ご指摘の通達におきまして、この法律で禁止されている廃棄物の排出に該当しない行為を示しております。漁労活動の際、漁具にかかったごみ及び漁獲を目的としない水生動植物で漁具にかかったものを当該現場の付近において排出する場合などが、これに当たると通達しております。具体的に申し上げれば、漁師の方が漁業をしていて、網を引き上げた際にそこにゴミですとか商品にならない魚などが
引っかかってしまった場合に、それをその場で海に戻すというような行為を指しておりまして、当該行為はこの法律で禁止されております廃棄物の排出には該当しないということを示した通達でございます。国田圭司君。海洋政策課長が発出した通達は、通知はそういうことで、認めていると。そこでですね、ロンドン条約はその動植物性残渣が処理できるのは50マイル以内と限定されています。しかし一方で東日本大震災の先ほど述べた緊急投入許可の実例もあります。でいただいた資料によりますと、これは建設汚泥なんかをはじめとした許可実績がありますが、認めてきた経過がこれもあるんですね。だから養殖残渣はですね、もともと海にあったものであって、それを海に返すのが一番自然じゃないかと。陸に上げると重大な環境問題になってコストにもかかるということだと思うんですね。で今回の法改正は船のバラスト水を遠洋で投棄すればですね、生態系を損ねるというもので、先ほど言いましたように私賛成してるんですね。でただその趣旨から言うと、ホタテ貝残渣問題っていうのは海洋から資源を集めてくるっていう無理なものじゃなくって、湾内という限定的期限も、限定的で、しかも期限も最盛期だけという限定的なものであります。したがってそういう条件を考慮してですね、海の海際の海際、この今先ほど局長ありましたようにね、取ったところってこうすぐ掘るというだけじゃなくてですね、このいわばこう海際の作業でもですね、養殖残渣を海に返すということを認めることができへんか、できないかということなんですが、いかがですか。水産庁答弁者、西脇総合政策局長。あと水産庁の方から補足があると思いますが、いずれにしても私どもの所管としては、船で発生するものを船から投棄する場合のということでございます。当然これ海洋汚染防止法につきましては海の環境を守るという目的がございますので、その中で総合的に判断すべきものだというふうに考えております。水産庁宇賀神漁港漁場整備部長。お答え申し上げます。陸上で発生した水産加工残渣の海洋投棄につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、または海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づきまして、原則禁止されていると認識しておりますけれども、青森県、あるいは北海道ホタテ養殖業におきまして、発生した貝殻などの残渣の処理が、漁業者などの負担となっていることから、水産庁といたしましては、強い水産業づくり交付金を活用いたしまして、残渣を処理する施設などの整備に支援を行っているところでございます。今後とも漁業者のご要望を踏まえ、必要な施設の整備に支援を行ってまいりたいと考えております。国田圭司君。総合政策局長からは、総合的にと欠けてるわけじゃないですよ、あったとか。それで水産庁からは交付金というのがあったと。でもね、この国交省の施行令にあるようにね、海上で処理できればそのまま投棄しても廃棄物に該当しないとしているわけですよね。でそのために、今水産庁からありましたけど、船に洗浄機を乗せて海上でカゴを洗い落としている自治体もある。それから小型の船に乗る洗浄機を開発すべく、農水省の予算で県内の3つの自治体がモデル的に始めている、こういう努力してるわけですね。それはそれでいいんだけれども、根本的考え方としてですね、その船で発生するものは船ですってかまへんということなわけだから、そこはですね、自然の、環境に逆らわない、季節もエリアも陸湾内というような限定的であるという条件の下でですね、海岸付近の作業でもよしと読み替えることが私は必要なんじゃないかと思っているんですね。だから海岸ではですね、微生物を処理しすぎてプランクトンが減り、栄養状態が悪くなり、魚もなくなったと漁協の組合長も嘆いている事態でありますし、
私は海上投棄こそはですね、実は自然と環境に優しい、まあ、解決策だということで、今後もそういう問題について解釈を読み替えるということを要求していきたいと思っています。で、次にちょっと話変えまして、今度は海岸法について聞きます。東日本大震災において水門立港等の閉鎖に従事した消防団員等が数多く犠牲になりました。これを踏まえて改正項目に反映されることになったわけですよね。そこで捜査に関わる方々の安全対策について質問します。東日本大震災においては消防団員なんと254名が死亡、行方不明で、改めて弔意を表したいと思うんです。で、この中に水門立港の閉鎖作業を行っていた方が含まれていて、現場作業の安全がね、極めて大事だと、そういう体制づくりが求められていると、そして閉鎖の確実性を向上させる効果的管理運用体制の実現が必要だということをが今の対策の根本であるなということで間違いありませんね。簡単に。山形公安局長。ここで提示します。委員ご指摘のとおり、今回の申請を踏まえまして、しっかりとした捜査をですね、消防隊の方も、犠牲を伴うことなくできるような、そんな体制を作っていこうというのが、この法律の趣旨でございます。国田刑事君。そこで、大震災を受けて消防庁はですね、東日本大震災を踏まえた大規模災害時における消防団の在り方等に関する検討会を設置しています。で、その中で、津波災害時の消防団員の安全確保対策を中心とした中間報告が出ていまして、それを受けて、対応を通知しています。2012年の津波災害時の消防団員の安全確保対策についてという通知ですが、この中心ポイントは何か、簡潔に消防庁お答えください。消防庁室田国民保護防災部長。委員ご指摘の通知におきましては、同日に提出されました東日本大震災を踏まえた大規模災害時におけます消防団活動の在り方に関する検討会の中間報告書の周知をしたところでございます。この中間報告におきましては、指揮命令系統に基づく消防団員への情報伝達体制の確保、安全靴やライフジャケット等の消防団の安全装備の充実、安全管理に関する訓練の充実、水門の統廃合や半壊化、遠隔操作化、自動化等の推進による水門等の閉鎖活動の最小化等について推進するよう求められたところでございます。また併せまして、同通知では津波到達予測時刻等に基づきます活動可能時間の設定による退避ルールの設定等につきまして、定めた津波災害時の安全管理マニュアルを策定するように要請したところでございます。国田刑事君。マニュアルの推進を、作成を推進するとしてきたということですね、最後ね。で、マニュアルのじゃあ作成の現状はどうなっているかと。で、消防庁防災課の、津波災害時の消防団活動安全管理マニュアル策定状況についてによりますとですね、海岸を有する市町村及び津波の遡上による被害が想定されている市町村658のうちですね、昨年の4月1日段階では策定済みは154と 23.4% に過ぎないと、着手済みとした257町村、これはどうなっているかと、その現実を端的にちょっと言ってくれへん。消防庁室田国民保護防災部長。現在26年4月1日現在の策定状況について、調査をいたしまして、今集計中でございますけれども、現時点で委員ご指摘の策定済みの市町村は、昨年の段階で 23.4% でございますが、約2割ぐらい割合が増えるんではないかというふうに考えております。国田刑事君。だから都合でいうと4割だということですわな。
どう考えたかって 23% プラス2割やねんから4割ということになると。だから結局作成は半分もいってないということなんですね。だからね、結局その極めて遅れてるということについてどないするのかと一言。消防庁室田国民保護防災部長。今策定済みのところを申し上げましたけれども、検討に着手済みを合わせますと大体約8割の自治体が策定済みないし検討に着手済みとなっておるところでございます。引き続き、この未策定団体に対しまして早急な策定を強く働きかけてまいりたいと存じます。国田圭司君。その着手済みというのはね、それは去年着手して今年までに作りますとかね、来年までに作りますというやつなんですよ。だからね、そういうテンポじゃ間に合わへんからきちっとしなさいという指導をすべきだということを言ってるんですよ。じゃあマニュアルの中身はどうかと。作成状況の次のは、今やった内容問題ですよね。消防庁はマニュアルにどういう内容を書き込むべきだと考えているの。これも端的にお答えください。消防庁室田国民保護防災部長。津波災害時のこの消防団活動安全管理マニュアルにおきましては、消防団員は自らの命を守ることを最優先とするという考え方に基づきまして、一つは、津波到達予想時刻等に基づきます活動可能時間の設定による退避ルールの確立、二つ目が、指揮本部から、隊長あるいは隊長から団員という指揮命令系統の確立、三つ目が指揮者の下で複数人で活動すること、特に水門閉鎖につきましては一人で複数の水門を担当するのではなく原則1対2名で、2名以上で一つの水門を担当すること、そして4つ目に、住民に率先避難してもらうとともに消防団員も一緒に避難することについて住民の理解を得ること等を盛り込むよう働きかけているところでございます。国田圭司君。今あったところでいうと、その単に水門のところだけの複数というんじゃなくて、私、消防団の方に東日本大震災の関係でね、状況を聞きますとね、やっぱり一人で動いてたんじゃね、ほんまどうしようもないって言ってましたわ。だから単に水門を閉めるときに複数というんじゃなくて、行動自体が複数じゃなきゃならんということを口々に言ってますよね。そこははっきりせなあかんと私は思います。でそこで調べたら岩手県と岩手財団法人岩手県消防協会はですね、その活動指針を出していまして、特に関係者からヒアリングを行って過去の災害の分析等に加え、指針としたということを書いています。それがこれなんですけどね、こういう協議会として協会としてまとめて出していました。でそこの中では今お話しあったように、その消防団員においても退避することが基本だと、それから原則として退避を優先する必要があるということを記述してまして、マニュアル策定にあたり考慮すべき事項として消防団任務と安全の確保と中で、と書いた上でですね、3番目マニュアルに盛り込むことが適当な事項としてですね、消防団の任務は住民の命や財産を災害から守ることであるとともに、その活動にあっては消防団員の安全を何よりも最優先として行わなければならないことを規定するという、こういう内容に大体各マニュアルはなってますか。消防庁室田国民保護防災部長。我々も常にですね、消防団員の方々には自分を守れないと人も守れないんで命も守れないんだということは常々申し上げておりますし、そのような形でマニュアルを作成させるようしていただくようさまざまな形で働きかけをしているところでございます。国田圭司君。私そのマニュアルをいろいろ見ましたけどね、確かに活動可能時間の設定というのは結構書いてるんですね。だけど今言った理念考え方、これズバッと変えてるかどうかっていう問題は私はね大事だと思うんですね。やっぱり安全が最優先だということを書き込む指導をちゃんとしていただきたいと思っています。今後また、次までに検証したいと思います。で次に、水門立候等の整備と管理について聞きます。
水管理国土保全局、それから港湾局、そして農水省などが事務局を務めて、水門立港等の効果的な管理運用検討委員会が設置されました。この検討委員会による整備管理のあり方提言を受けて、どのように具体化が進んでいるかという問題ですね。水門立港等の現場作業を担っている近隣民間企業、自治会、町内会、漁協、個人への安全最優先の徹底はどうかということについてお聞きします。山形港湾局長。先生ご指摘のように今回4省庁、農水省、国交省一緒になりまして、ガイドラインについてのいろんな検討をしてまいりました。その中で、民間も含めてですね、水門立港については地方自治体が管理しているケースもございますし、それを委託して民間の方にお願いしているケースもございます。いろんなケースございますので、いろんな形での場合でもですね、きちっと安全を前提に操作ができるような、そういう取り組みをどうやったらできるのかという検討をですね、この中でし、そしてガイドラインをまとめ、これを周知していくということが今やっているところでございます。以上です。国田圭司君。なぜこんなことを言っているかというとね、水門立港等の現場捜査員捜査というのは、この間の東日本大震災の時に多くの方々が、多くのところで言いますと消防団がやっています。でただそういう現場捜査作業する関係ですねに占める消防団の割合は 13% なんですね。 ですから私はその今言った実際に担っている人たちに対する安全の徹底はどうかということを気にしていると、これが実は締める手引きということで今言った4省庁が出しているパンフレットなんですね。これはお聞きするとです、昨日の段階で聞くと8万部吸ってるということなんだそうなんですが、ちょっとそこは正確じゃないんですけど、それは後で訂正してもらったらいいんですが、これに基づいてね、徹底を図るということにしているということをお聞きしました。それはいずれにしても私は大事だなと思っているんですけど、ただ現場行きますとね、例えばまだ水門ができていないから、例えば岩手県とかそういう被害を受けたところありませんわな、それもなくなっているところあったりなんかして、それでパンフレットについて言えば水門ができてからっていうな話になってるんだけども、それはね、ちょっとそれはそれで考え方あるんでしょうけど、そういう実態があるっていうことだけは一言言っておきたいと。でそこでもう一つは、閉めるときに閉める方々のやっている捜査の方々に安全の問題を徹底すると同時に、私はね、消防団や捜査の担い手の安全最優先という考え方についてですね、住民の理解が決定的だと思っているんです。で住民のへの周知徹底はどのように行われているのか、ご回答ください。野上国土交通副大臣。はい、先生ご指摘のとおり、水門立港等の現場操作者の安全に配慮した退避ルールの作成にあたりましては、状況によっては近隣地域にも影響が及ぶ可能性があるため、住民の理解を十分に得るということが極めて重要であるというふうに思っております。実際にですね、岩手県宮古市の消防団では東日本大震災以前に地震発生後の活動時間を15分といたしまして、その後は退避を、その後は避難をするということにつきまして、地域住民に対して粘り強く説明をして地域の理解を得ていました。でその結果、東日本大震災においては退避ルールに従って消防団が退避をして、消防団から一人の犠牲者を出すことなく活動することができたということであります。で改正案におきましては、水門立港等の操作規定を定めるにあたって、海岸管理者は避難対策を担う関係省庁の意見を聞かなければならないことといたしております。また具体的な運用にあたりましては、例えば海岸管理者が気象庁のタイアップして地域住民に説明会を開催するなどですね、地域住民への理解を十分にやるように海岸管理者への働きかけを行ってまいりたいというふうに思っております。国田圭司君。先ほど述べたパンフレットではですね、岩手県の党消防これですね、協会がやっているパンフレットでも、消防団の退避ルールについてですね、地域住民に
十分周知し理解を得ておくことも必要だと書いてあります。また消防庁の安全管理マニュアルも見ましたし、先ほど消防庁の防災部長が重点的な内容の4つ目にやってました、書いてましたけど、言ってましたけど、事前にその住民に説明し理解を得ておくということがね、これとっても大事なんですね。まあ、現場聞きますとね、結局その逃げるときに避難するときにどうしても危ないから一緒に逃げましょうって言うんだけども、その応じてくれないわけですよね。そういう人がいるわけですよ。ですからそういう方々がやっぱり消防団の方々が逃げようと言ってるときには逃げなくちゃならんと。でしかもそういう方々が逃げるってのは当たり前なんだという理解がなければね、またこういうこともうまくいかないわけですね。そういうことを私は言っておきたいと。そこでもう一つ、今述べたこの冊子ではですね、活動の基本や考え方などは内陸部における地震災害や、水災害などにも共通している部分が多く、これらの災害時における活動指針としても参考になるものと考えていると、こう指摘しています。私も同意見です。何か手伝って打ってますか。消防庁室田国民保護防災部長。消防団員の内陸部におきます河川氾濫などの津波以外の災害対応につきましては、消防庁におきまして危機管理上の判断基準である安全管理の指針を示しまして、これに基づきまして市町村がマニュアルを定めるよう要請しているところでございます。この指針におきましては、例えば河川氾濫を含む風水害への対応では部長など、現場の指揮者が災害現場の状況を的確に把握し安全確保措置を決定すること、二次災害防止のために監視員を適宜配置すること、隊員の単独行動を行わせないこと、活動が長期にわたるときは疲労による事故防止を防ぐため随時隊員を交代させること、指揮者は避難方法や合図やを事前に徹底させることなどを定めているところでございます。国田刑事君。東日本大震災を受けて消防団の安全管理の問題について出してるわけですよ。今言ってるのは前からあるのと違うのかと。つまり今回の東日本大震災の被害を受けて直すわけだから、そういう徹底するわけだから、そういう内容として再度徹底をこの点もしてるのかということを聞いてるんですよ。消防庁室田国民保護防災部長。先ほど申し上げました安全管理の指針につきましては、大震災、発災後に再度徹底を図るべく会議等であらゆる機会を捉えてお話をさせていただいていると同時にですね、その他そのマニュアルだけではなくて、例えば消防団に装備につきまして安全を確保を図るためトランシーバーあるいはライフジャケット安全靴などの充実するため本年2月に装備基準を改正いたしまして、合わせて地方交付税措置を大幅に引き上げております。またですね、この安全管理にはやっぱり現場の指揮者の判断というのが非常に大事でございますので、本年3月に消防学校の教育訓練の基準の見直しを行いまして、分団長や部長等を対象に現場におけます安全管理に関する実践的な訓練の充実というものを図っているところでございます。国田刑事君。なんでこんなことを私言ってるかというとね、さっき消防団じゃない人たちもやってるって話しましたよか。これね、現にね、京都の由良川ではね、この河川事務所管理以外の水門の開閉は市からの委託を受けた民間人が操作してるんですね。水門はすべて手動です。で、警報が発令されるとですね、30分ごとに水位を調べ報告し、水位が残り2メートルになったとき時点で閉鎖すると。由良川の水位が下がってくれば今度は内水を出すために水門を開けなければならないと。現実には閉鎖することはできても開けることはなかなか困難なんですね。2013年9月の18号台風の際に閉鎖に行き、その後開けなければならないので、堤防の監視を続けていたと。ところが氾濫しですね、内水も水位が上がってきて、結局国交省のモーターボートに救助ということがやられたと、まあ、こういう報告があるんですね。
だからこのように人の生き死に関わる問題が起きてるからこそ言ってるわけだということをしっかりね見てもらわなねあかんぜと言うとおきます。で最後に私ね提言ではね統廃合のやそれから常時閉鎖廃合地への影響の大きい大規模な水門立候の自動化遠隔操作化が不可欠としています。全国で2万7000ある水門立候のうちですね比較的規模の大きな施設7087基あるわけですね。これいつまでに自動化する計画ですか。山形公安局長。ご指摘のようにまだ大規模な施設残っているわけですけれどもこれにつきましてはできるだけ早く自動化遠隔化できるように交付金等の措置等もしながらですねまた交付金の中でこういった運用の計画を作ることを今度新たにその交付金を使ってですね計画づくりについて支援することもできますのでそういった形でできるだけ早く遠隔化自動化できるような支援をさせていただきたいと思っております。国田刑事君最後にしますけど大臣聞いてほしいのはね今ね、できるだけ早くって言ってるんだけどはっきりしてるのは計画がねいつまでにという計画がないってことだけは発揮してるってことなんですよ。ああいう話してるけどね結局いつまでにあと5年後とか何かという話はないわけなんですね。だからこれが問題だと思うんですっていうのはねこの立候それから水門の維持管理に関する点検要領の有無で調べてみますとねそういう点検要領がないというのがね9割近くなんですね。9割以上なんですよ。だから下地が非常に弱くなってるっていう問題を私は提起したいとそういうことをぜひやっていただきたいとっていうのはそれでうまくいくかっていう問題もあるんですね。今度の問題ありますやろ行きましたとで、まあ、これは自動だからほっとってやっところが閉まらなかったとだから行かなくちゃならないとこういう問題もあるわけなんですね。ですからそういう点も指摘しておきたいということであります。陸前高田市の消防団の方からは被災後防潮堤などのハード面の対策が今なされているわけではないとこの時に災害が起こったらどうするかということが問題提起されました。今災害の記憶が生々しい時期だからこそソフト面の充実をそれぞれの地域ごとにどう対処すべきかを行うべきだということを私提言をいただきました。ですからそういう点を生かしていくべきだということを要望しております。